はい、こんにちは、大西です。今日は私の英会話講座の卒業生のお声をご紹介いたします。本日は、厚子河川野様です。40歳代の会社員。この方は、すでに英会話の学習を始められていました。ネイティブの先生のところで、丸5年ほど英会話を学習されていたという状態でした。最初お会いした時は、 英会話の学習は楽しんでやってあったので、知っている単語っていうのは結構ありました。ですが、会話が続かない、聞き取りができないっていうところがお悩みのようでした。こんなお声をいただいています。1、参加する前の状態。別の英会話教室に通い、丸5年が経っていました。英文を読めば大体理解はできるけど、会話はできない状態でした。 英会話の先生が話してくれるスピードはネイティブ同士で会話する時よりもゆっくりですがそれでも聞き取れないし考えながら話すので途切れてばかりでした単語と単語をつなげられても聞き取れるようになるには程遠い状態でした2参加して解決したこと発音がかなり良くなりましたしかも今まで発音できていると思っていたものが実は違っていたことがわかりました また、発音だけ意識してもダメで、リズム、強弱、思いを伝えようとする気持ちも大切であることがよく分かりました。日本語をそのまま変換することや長文にすることに必死になっていましたが、やらなくてもいいことを頑張っていたようです。置き換えスキルと小分けスキル、それから中1英語があれば十分会話ができることを知りました。 この講座を受講したおかげで、なぜ会話ができなかったのか、根本原因が分かったので、自分が何を頑張ればよいか明確になりました。3. 参加して感じたこと自分一人では到底ここまでできなかったです。マインドを変える意識をするところから始まり、毎日の宿題をこなしていけたのは、秋先生のアドバイスはもちろんですが、良いところを褒めてくださったおかげです。 少しでも進歩していることが分かれば自信にもつながってくるし純粋に褒めてもらうと嬉しいので活力にもなりました最初は音読がとても難しくうまくできない自分にイラッとしていましたが回数を重ねるたびにだんだんとうまくできるようになりマインドも変わっていきましたまた日本人や日本語の性質ご自分の経験を踏まえて説明してくださるので 先生に習う方が早道だなと感じました4もしこの講座を受けなかったらなぜ会話ができないのかの根本原因や会話するための大事なポイントを知ることなくこれからも英会話教室に通い続けいつか話せるようになるだろうという幻想を抱き続けていたと思います。5今後の生活にどう生かせるか海外旅行を楽しむより楽しむ。 いろんな文化の人とコミュニケーションを取り見聞を深める困っている旅行者を手助けする外国から見た日本の情報など圧倒的に多い英語の情報を得て視野を広げる字幕に頼らず映画に集中する仕事の守備範囲が広がる新しい何かができるようになりこれまでの生活をよりステップアップできそうな予感がするこういったお声をいただいています。 子さんは本当に変わりました。3ヶ月毎日毎日宿題に取り組んでくれて最初は音読が難しそうでした音をつなげて言えなかったりうまくオーバーラッピングやシャドウィングができないことに苛立ちを感じてありましたでもこれは回数を重ねると必ずできるようになりますそして最後には英語らしいテンポでお話ができるようになっていました そして何より、英語を話すことが楽しそうでした。そこが私はとても嬉しかったです。はい、本当に最後まで頑張ってくれてありがとうございました。私もとても楽しく課題のチェックやレッスンをさせていただきました。私もたくさん活力をいただきました。ありがとうございました。今日は、厚子河野様をご紹介しました。